こんばんは、平井弘明です。寒くなってきましたね。ゴルフが難しくなってきてないですか、冬。そうなんですよね。冬のゴルフってめちゃくちゃ頭使うんですよ。僕みたいな頭がちょっと良くない人は、冬のゴルフは絶対スコアが出ないってよく先輩とかに言われたんですけど、でも頑張っていろいろ考えながら、何頭絞ってですね、いろいろやった結果、こういうのがいいんじゃないですかっていうのがあるんで、いくつか今日はですね、案として出させていただきます。平井弘明のワンナップゴルフ。まずミトンは絶対持ってった方がいいです。手袋、ゴルフ用のとかあるんで、あとできれば耳の隠れるニット帽とかですね、打つ時だけ脱げるダウンジャケットとか、あとレッグウォーマーとかネックウォーマーとか、いろいろ防寒はしてった方がいいです。僕の冬のゴルフはだいたい上 5,6 枚着ます。ヒートテック含むなんですけど、下はタイツ2枚か3枚のこういうダウンパンツを履くんで、ゴルフのショットよりもあったかさを取ります、絶対僕は。だから QT ファイナルが毎年苦痛でした。すっごい寒い、これぐらいの気温でやるんで、12月の頭なんで、もうガチ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 。その時はショットを取りに、はい、ある程度着込むけど、そう、最初はもちろんショット取り行ってたけど、寒いとショット取り行けないんだなと思ったの。そういうこと。だからあったかさを取り行きつつ、これだったら最低限動けるかなっていうギリギリの、そう、だから本当なんか何にもしてないのにパンプアップ状態みたいな感じだった。すごかった、もうゴワゴワ。でもそれぐらいあったかさと取ってた。あ、ショットですよね、ごめんなさい。ちょっと100ヤードにグリーンあるじゃない。で、あの100ヤードに、例えば朝今だったらほとんど凍ってると思うんですよ、グリーンが。凍ってるグリーンに100ヤード打ったら、すってんこおりんつって奥に行くじゃない。それをどうやって皆さん攻めてます？それガッチンコッチンって想定内、奥のリリースを想定内にして打ってんのか、それとも90ヤードに普通にガン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 って打ってんのか。僕は100ヤードセカンドショットだったら7番アイアンでこういう球打ちます。7番アイアンで100ヤードのアプローチをします。うまくない？そう、あんな感じ。あれだったら跳ねないんですよ。例えば手前に池とかバンカーがあったらできないじゃないかと。そういう時は僕も知りません。もうそれはもう一か八か。あとはアイランドグリーンとか、グリーンだけ島になってあと全部池とかだったらもう知りません。本当に。だってもう攻めようがないですもんね、それは。そういう場合はちょこちょこちょこちょ こう外から回るとか、あとは手前バンカーだったらもうバンカーが全部つながってんだったらしょうがないですけど、バンカーとバンカーの間にこうやって行く道があるんだったらそこ狙っちゃう。そこ狙って打って、でももうそうなっちゃったらグリーン狙ってもダメ、狙ったところに行かないんだったらもうしょうがない。全員ダメだ、ね、そう、全員ダメ。そう、自分だけじゃない。だからそういう状況を楽しんだもの勝ちなんです。だからもうコロコロゴルフでいかに楽しんで、例えばパー4だったらお友達と行ってたら、もうそんなコースコンディションだったらほぼほぼパーは難しい。だから例えばダブルボギーとかトリプルボギーとかなっちゃうんだったら、本当にスコア7とか8で友達と8だ7だとかって、そういう楽しみ方をした方がよっぽどいいですよ。そんなバッドコンディションでいいスコアなんか出ないので、そういう悪いコンディションの中でいかに楽しむかっていうことが大事です。あとはタコティーって言って、奥ティーがあるんですよ今。ティーグラウンド刺さんない、凍ってるんで。なんでそういうティーショットなんかはそういう風に刺さないで奥ティーを使うとかいいですよね。あとは多いのが、今セルフプレイが多いんで、打った後フェイスをこうやって水で洗ってタオルで拭いた時にもう溝の中に水が凍っちゃってる。それでそのまま打つともうとんでもないボールが出るんで、そういう溝の中の氷なんかもちゃんと取ってあげることも大事だし、そういう一つ一つの気遣いっていうのがプレイに影響しますんで、それは夏冬関係なく
結構お客さんなんかでもいるんですよ。ちょっとクラブ貸してくださいねって構えたら、畑行ってきたのっていうもうドロンコドロンコっていう人がいたりします。あんまりそういうクラブでやっぱりなかなかナイスショットって出づらいと思うんで、ちゃんとクラブは掃除してあげましょう。ボールもそうですよね。ボールもちゃんと拭いてあげた方がいいのと、あとは冬のゴルフだと結構スパイク履いてると運動靴より硬いんで滑ったりするんで、そういうのもできればあんまりかかとから行かない方がいいです。こうちょっとつま先寄りにこうやって歩いた方が滑りづらいので、なるべくかかと重心でこうやって歩かない方がいいですね。本当に危ないんで、特に古くなった木の階段とかそういうところは滑りやすいです。なので気をつけてください。あとは練習場行く方、コースのですね、朝こういう芝生のマットのスタンスマットだったらあんまり滑んないんですけど、黒いゴム板だともうめちゃくちゃ滑る。だからそれも足首グリンってやったりするんで、それも気をつけてください。なんでそういう冬って注意点だったり考えることが多いんですよ。それはコンディションが難しいからなんですけど、それはコースも一緒なんです。やっぱり簡単なコースよりも難しいコースの方が頭使うのと一緒で、やっぱり状況が複雑になればなるほど考えることも多くなります。冬のゴルフはやっぱすっごい難しいんで、冬のゴルフでスコアが出るようになってくると実力がついてきたなという感じだと思うんで、ぜひ楽しむことも大事ですけども、冬のゴルフでスコアを取ってみる、出してみるっていうのもトライしてみると面白いかもしれないですね。上着1枚でヘッドスピード 1,2 ぐらい落ちるぐらいの感じなんで、あんまり無理に振ったりとかですね、いつものヘッドスピード出さなきゃとか思わない方がいいのと、体が回んないって思い込んでいつものバックスイングの位置よりも深くこうやって回しすぎて、結局クラブが戻ってこなくて、この間左行くチーピン引っ掛けの動画やりましたよね。その時と一緒で、深く入りすぎて冬だから腰回んなくてチーピンしちゃったみたいな、違う勘違いで原因を追い求めちゃうこともあるんで、意外と上着着ててもバックスイングの位置ってあんまり変わんないですよ。なんで回ってる感がないだけでそこまで大きく動作って変わんないので、普段の感じ方っていうのがあった方がいいので、ポロシャツの時とは意識が変わらない方がいいと思いますね。そういういろいろ冬のゴルフに対しての考え方を持つだけでだいぶショットっていうのが変わってくるので、あともう本当に飛距離っていうのは相当落ちると思います。それはもうインパクトの強さだったり振れなくなっちゃったりとかっていろいろ出てくるので、そういうのもあんまり気にしない方がいいと思いますね。考え方一つで変わりますので、ぜひ冬のゴルフでいろんなプラスに考えてですね、楽しいゴルフをやってみてください。あとはですね、冬のゴルフでありがちなことで絶対やっちゃいけないことは、ハンドクリームを塗った手で絶対グリップしないでください。ハンドクリームはもう油分がすごい多いので、グリップの劣化につながったりとかですね、あとはもちろん滑りますので、ハンドクリームを塗った手では絶対グリップはしちゃダメ。これはもう本当絶対です。外側に塗るんだったらいいですけど、甲に塗るんだったら手のひらに塗ってグリップは絶対しないでください。その後綺麗にグリップ洗っても結構ツルツル硬くなったりするんで、それは良くないですね。あとは朝一、冬の寒いゴルフでコース行って朝一ブンって振って体壊れる方ってあんまりいないんですけど、午後一腰を痛めたりとか腕がピキンときたっていう方ってめちゃくちゃ多いんですよ。それは一旦温まった体を食事なり休憩なりで冷やして、そっから午後またスタートするときにブンってアクセル踏むと体壊れます。それは入念に朝以上にストレッチなんかしてあげて、動かしてあげて、こう警戒して打ってあげた方がいいです、午後一。でもタケちゃんはミートテック着てるんで大丈夫なんですよ。すごいいいなと思ってますけど、僕なんかはヒートテックを重ね着してるんです。でもタケちゃんはミートテック1枚着てるんで全然大丈夫だってそういう差もありますので、個人差あります。なんで本当に体がすぐ冷えちゃうな、まあ、特に女性の方とか体のほっそりしてる方なんかは体冷えやすいです。なのであんまり無理をせず、少し体をゆっくりゆっくり、もうスローでアクセルを踏んであげるストレッチ、準備運動をしてあげた方がいいと思います。今回冬のゴルフに対しての動画を撮っていきました。最後までご視聴ありがとうございます。